本当の自分になって見た世界っていうものを投影してこう出してきたっていう、まあ、これこそがこうクリエイティブでありでアーティストのやっぱりその差がっていうか。はい、状態です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日はマトリックスレザレクションズです。そもそも、日本自体が、世界に先駆けての、まあ、先行公開で、まあ、それのさらに、最速上映、0時から始まるやつですね、まあ、それに行ってきたんですけど、パンフレット、買いました。2種類あります。今回通常版と、この特別版ですね、値段が1000円ぐらい違いますんですけど、通常版の方が表紙がかっこいいっていうのがあって、なんかそこはどうなんだってちょっと思ったんですけど、まあ、それはいいとして、まあ、まだあんまり読んでないです、まあ、とにかく1回見て、とにかくもう初見の感想だけをバーッと言って、まあ、完全に今回はネタバレなしの話をします。で、まあ、その後に、今日これ動画出して終わってからIMAX 字幕と、吹き替え版ですね、まあ、2つ見て、で、まあ、特にマトリックスって吹き替えのセンスがめちゃくちゃいいんですよ。だから吹き替えを見てやっぱ分かる部分っていうか見えてくる部分ってすごいあるので、その2回見て、まあ、合計3回見てそのネタバレありで話をしていこうかなと思うんで、まあ、今回はネタバレとかもう一切なしで、まあ、とにかくこれは、まあ、言わないとなっていうことがあるんでやっていきます。まずあらすじっていうかもう予告編以上のことは言ってはいけないっていうのがあって、もう冒頭からなんですけど、あ、これ言っちゃもうダメなんだなっていうのがあって、もうこれはとにかく見に行ってもらうしかないなって、どういう話なのかっていうことですね。公式からその1の続きだよみたいな感じで、まあ、言ってて、その分岐ルートなのかとかいろんなこと言われてたんですけど、そんなんじゃ全然なかったですね。完全にそのリローデッド、レボリューションズの後で、まあ、レザレクションズですっていう風な話になってました。その3部作があって、その上でのレザレクションズですっていう話です。で、だからといってその全部3部作見てないと分かんないかっていうと、別にそういうわけでもないっていうか、まあ、とりあえず1だけ見といてねっていうことだと思います。まあ、そのハードル下げるっていう意味でそういったことを言ったのかなと思うんですけど、続きなんだけど別に3本全部見ておく必要はまあ必ずしもないかなと思います。見といた方が楽しめるっていうのはまあ間違いないんですけど、で、まあ、どうだったかっていうと、まあ、僕個人としてはまあめちゃくちゃ良かったですね。この、まあ、公開される前に2本動画出してるんですけど、最初の予告編見て、まあ、こういった話になるんじゃないかっていう、まあ、考察動画出して、まあ、それで1、2週間前に、まあ、マトリックスレザレクションズはこういう感じになるんじゃないかなと思ってて、マトリックス1作目出た時の1999年に出た、あの時は映像革命って言われてたんだけど、だけどもう2021年のこの映画業界からしてみれば、もう映像革命なんていうものが出るかっていうと出ないよねっていうのがあって、もうそんなことよりも何よりもこのマトリックスがやろうとしてることっていうのはここなんじゃないかっていうのが、そのまあ監督のラナ・ウォシャウスキーが、そのまあ元々ラリー・ウォシャウスキーで男だったんだけど、まあ女性にっていうことで、まあそのまあいわゆるそのトランスジェンダーだったっていうこと、まあ彼っていうか彼がその彼女になったっていうことなんですけど、まあそれでまあようやく本当の自分になったっていうことで、それをまあ今まで今までの、 その、まあ、監督作っていうのはその本当の自分っていうか、自分 の、 その世界における自分の役割って何なんだっていうことをずっとその模索して主人公を覚醒していくっていう話が、そういう話が多かったんですよね。で、その最初の方っていうのはこうありたいなって思ってる、そういったものが形になってたっていうことなんですけど、だけどそのラリーがラナになったっていうことで、彼女は本当の自分を手に入れた、その上で作ったもの、その実体験として手にしたものっていうのを形にしたっていうこと、やっぱそれがすごい出てくるんじゃないかっていうふうなことは思ってたんですね。まあそれでその前作っていうか、ネットフリックス限定のそのドラマのセンス8っていうのがあって、まあ、それは完全にそのラリーがラナになった後で作ったものなんですけど、本当の自分っていうか自分と同じ能力を持った人間同士がこうつながるっていうこと、自分だけじゃない世界には自分と同じような人がいるっていうこと、そのつながりっていうのが本当になんかこうその多幸感っていうものがもうすごい伝わってくるし、もうバン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 何回も何回もそのドラマの中でやるんですけど、もうやってもやっても溢れ出てくるそのなんかエネルギーっていうものがすごくて、これをマトリックスでもう一回やるんだって思ったら、あ、それはすごいのができるなと思って、もうほぼその期待だけで行ったんですよ、僕は。で、それを完全にこうそのさらに上を行ったっていうか、まさしくこの、マトリックスレザレクションズっていうのはそれが出ちゃってるんですよね。そのラリーが7になったっていうことで、まあ、それで、まあ、彼女 の、 その第二の人生っていうのが始まって、まあ、ラリーがラナになった時もう決してその20代とかそういう若い状態ではないっていうこと、それが今回のこうネオとトリニティにも反映されてるんですよね。肉体的な全盛期っていうものとは
カラーちょっと過ぎた状態でその、まあ、本当の自分になったっていうことで、これっていうのもやっぱりそのマトリックスっていうものの成功があって、まあ、それでそのまあ巨万の富を得たわけで、その巨万の富を得たからこそ彼女はそういったまあ性転換手術とか何もかもものすごいお金かかることをやって、やっと本当の自分を手に入れたんですよね。本当の自分になって見た世界っていうものをマトリックスで作って、そこに投影してこう出してきたっていうことなんですね。まあ、これこそがこうクリエイティブであり、でアーティストのやっぱりその差がっていうか、ただ幸せになって終わりじゃなくて、やっぱそこで自分が見てきたものっていうものをみんなにそのやっぱ還元するっていうこと、それをやるっていうのもやっぱやりたいって思うっていうのもまあアーティストの差がであり、まあ、それをやっぱりやってのけるっていうこと、まあ、それがもう完全にこう形になってて、もう僕はもうグーの音も出ないというか、もうこれ以上何も望むものはないなっていうか、本当にもうすごい良かったなと思います。で、まあ後で知ったんですけど、今回制作する前に、まあ、両親と親友を失ってるんですね、ラナっていうのは。まあ、そういった喪失とかもありながらですよ、それでもこう何か形にするんだっていうこと、それをやり続けていくっていうこと、そして決意したのが今回のこの映画だっていうこと、まあ、それを考えるともうね、本当にすごいんですよ。まあ、僕はもうそれを見れただけでもういいかなっていうか、僕なんか本当に部外者なんで全然わかんないんですけど、だけど本当にやっぱその本人にとってどれだけのことが起こったのかっていうこと、まあ、それがまあクリエイティビティに入るされるっていうことがやっぱどれだけ大きいことなのかっていうことを、まあ、改めて思ったというか、まあ、本当にすごいなっていう、まあ、感じでしたね。マトリックスって、まあ、1回見て分かるかっていうと分かんないんですよ。でもアクションとか映像とかすごいから何回か見ちゃうんですよね。で何回か見てると、リローデッドのアーキテクトとかメロヴィンジアンとかなんかすごい遠回しなこと言ってるんですけど、何回も見てるとこいつら全部ちゃんと言ってるなって思うっていう風にちゃんと理解できるようになってるんで、その何回も見ないと分かんないんだけど、何回も見せるだけの要素っていうのはすごいあるから、まあ、マトリックスっていうのはそういった意味で、まあ、世界中からその人気を獲得したっていうのはまあそうなんですけど、まあ、その最初の方はやっぱりあのマトリックスをやろうとしてるんだけど、もう途中から新しいマトリックス像っていうか、今自分たちがこう作りたいものっていうか、ファン感謝祭じゃないんだっていうこと、また新しく全く新しいものを作ろうとしてるっていう、まあ、その気概もやっぱりちゃんとあったっていうのがあって、この思想なり映像なりそのアクションなり、こういろんなところどこつまんでもすごいっていうか、どの映画と比べても見劣りしないっていうか、まあ、すごいっていう、まあ、それがマトリックスなんですけど、まあ、20年経って続編をこう作ってやっぱおかしくなる映画ってたくさんあるんですけど、全くそうはなってないっていうのがやっぱ恐ろしいなっていうか、すげえなと言うしかないなという感じなんで、これは本当にとりあえず何の前知識もなく見に行って、まあうわーってなってほしいなっていうのがあります。今全力でスパイダーマンのネタバレを回避しているところだと思うんですけど、だけどやっぱりこのマトリックスも日本先行公開なんで、どこで漏れるか分かんないので、なるはやで行ってください。本当に損はしないどころか、すごいものを手に入れられると思います。まあ、ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ明日っていうか、まあ今日ですけど、2回、IMAX と、吹き替え、2回見て、それでまとまれば、土曜日に、ネタバレあり動画を出そうかなと思います。チャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。ということで終わります。